はい、こんにちは。今回なんですけれども、本日はね、この今ね、ちょっとウサギのね、苗を貯めてるんですよ。まあ、苗引っこ抜き動画ってまとめて抜いた方が派手に見えるから貯めてるんだけど、正直ね、これね、土日のうちに引っこ抜けばよかったなって思ってて、っていうのも、お仕事力がね、僕弱々なんですよ。もうその前にちょっとウィークリーチャレンジ終わりましたね。そう、このウィークリーチャレンジね、歩きの方でね、苗を稼ぎたい、金の苗を集めたい方は3万歩の方をね、選択してください。これ全員あれだわ、ウサギのコスチュームだわ。珍しいっすね、これも。ちょっと写真撮っとこうか。はいはい、話を戻しまして、今ね、持っているウサギってね、3匹しかいないんですよ。ほんと動画冒頭で引っこ抜いたものと、あとね、うっかり動画の外で引っこ抜いてしまったものの3匹です。いや、これだとね、ちょっとね、お仕事力的にね、ちょっと貢献できてないというか、お仕事力大体マックス9000ぐらいなんだけど、フォロワーさんというか、そのフレンドさんでね、もう1万5000とか言ってる人がいるから、いやー、それだったらもう、それぐらい目指してみたいなってことで、今回ね、ために貯めたウサギの苗をね、ちょっとまとめて引っこ抜いてね、行こうかなと思います。あとね、現在、ウィークリーチャレンジ、ピクミンを3匹引っこ抜こうのお題出てます。このね、お題をね、クリアするためにね、まあ、苗をね、かき集めておきたいんだけれども、これ本来だったらね、先にね、金の苗を入れとくべきだったんですよ。大きな苗でね、間違えてね、スロットを埋めてしまってね、このね、お題のクリア1日かかってしまいました。これやらかしだよね。で、この苗はね、確かスプリングシールじゃなかったっけ。多分そうだよ。はい、見ますか。やっぱそうっすね。あれ、赤は持ってないと思うよ。よし、よし、来た来た。なかなか順調ですね。スプリングシールもなんだかんだ言って結構すぐ終わるんじゃないかな。結構順調に来てます。でも結局ラスト1個取るのが難しそうなんだよね。速攻との戦いだよね。ウィークリーチャレンジの、プレミアムパスではこちらのピクミン引き換えることがちょっとできないから、まあ、ラス1がね、ちょっとネックになってくるかな。じゃあウサギ引っこ抜いていきましょう。ちょ、お仕事力弱々すぎるから、もう急遽ってことでやっていきます。はい、それでは早速いきましょう。いや、何が出るかな。おし、岩ピクミン来ましたね。そう、ピクミンの中でも岩ピクミンと紫ピクミンはね、素の仕事力が高いからね、そのキノコをね、早く壊すって意味ではね、この紫とね、岩ピクミンはね、かなりおゲットしたいところですね。おお、いいじゃないこれ。紫じゃ、間違えた、岩ピクミンはここの下の殻ついてないですね。この上だけ、これ悪くないですね。はい、そうですね、下の3匹がまだ埋まってない感じで。まあ、でも相当やったよ、このイベントも。前回のその花札イベント、その見たこともないような高熱で倒れてたから、全く遊べなかった反動で、今回のイベントは結構真面目にというかガチでやってますね。今ステージ6、5とかだった気がするわ。そこそこ進んでんじゃないかな。はい、行きましょう。で、ウサギエッグと去年のね、イースターエッグ、お仕事力がね、全然違うんだよね。あ、ウサギはね、なるべく多く欲しいんだよね。来週の、そのね、巨大なキノコのためにも、ピクミンをね、ウサギを集めておきたい。羽ピクミン未所持です。お、待って。卵にスポル収まってるじゃないですか。あ、ちっちゃいからか。なるほどね。しかもピンク、めちゃくちゃいいですね。なんかイチゴみたいなデザインだわ。おー、生まれましたね。あとちょっとっていうか、ほんと順調だね。しかも、嬉しい、お仕事力の高いはピクミンも来てくれましたよ、これ。はい、2匹目。何匹いてもいいからね、岩ピクミンは。もう何匹いてもいい。なんだったら今回の動画で終わっちゃうんじゃない、コンプリートしちゃうんじゃないこれ。ちょ、順調ですよ皆さん。はい、行きましょう。紫白あ、え、あれ、今回そういうパターンですか。あ、羽がいっぱい来る感じ。マジか。まあ、さっき羽ピクミン褒めたばっかだからね、それで来てくれたのかな。マジか。おい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 、ちょっと3連続ぐらいできてるけど、まあでも、コレクション用に1匹いればいいかなってぐらいだからね、たくさん来られてもちょっと困っちゃうな。まあでもピクミン上限3000まで上げられるようになったしね。まあ何匹いてもいいか。はい、今回は羽ピクミン2連です。そしたら最後引っこ抜いていくかって。なんかこれ、あれ、葉っぱが出てないんだけど、これなんかの演出？これバグ？でもさすがにバグだよねこれ。なんだ俺。まあ引っこ抜いていきましょうか。よし、最後の苗引っこ抜いていきましょう。なんかね、ちょっと歩いたらね、葉っぱが出てきました。なんだったんだこれ。バグが多いっすね今回。
おお、図鑑進まなかった感じか。まあでもなんか岩ピクミンと羽ピクミン、ピクミン3組が今回充実してますね。はい、岩ピクミン3匹目、いいですね。これででも岩ピクミンと羽ピクミンが3ペア揃っちゃったね。はい、青ピクミンですね、これも持ってますね。でこちらも進みましたね。ステージ6か、今結構来てるね。だからそうっすね、正直あのウサギデコの方ですね、このウサギの方はね、うん、結構コンプは余裕なんじゃないかな、あの僕のペース的に。まあここから運悪くね、紫と白一切出ないみたいなことまああるかもしんないけど、まあ経験上そういうことあんまないからね、いいんだけど、だから今回プレミアムパスは別にね買わなくてもいいかな。でプレミアムパスなんだけどね、あのスプリングシールと正直引き換えたいなって思っててね、もうスプリングシールデコはね、まあ入手自体はね簡単っちゃ簡単なんですよ。ただね思ってたよりも大きな苗が出やすいから結構引っこ抜くのが毎回面倒で、しかも確定で引き換える方法がね結構少ない、まあ少ないっていうか、まあ好きなピクミンを引き換えられるチケットぐらいしかないから、まああの引き数集めること自体は簡単だと思うけど、そのラス位置をね引くってなったら結構難しいんじゃないかなと今ちょっと考えがね改まってきてますね。うん、このプレミアムパスの引き換えでスプリングシールもらえたら嬉しいけどなって思ってますね。はい、今回手に入れたピクミンたちになります。まあウサギの他にもスプリングシールデコもいますってことで、いやでもここまで集まればだいぶ強くなったんじゃない。ちょっとキノコ入ってみるか。ちょっと僕の家の周りで不思議なキノコ一切生えてないから X で募集します。こんな感じで来るかな。はい、キノコにね早速招待していただきました。助かるわ本当に。どんぐらいお仕事力かちょっと見ていきましょう。せっかくだし、あれ頭に花でも咲かせるか。今2万1000でしょ。お、1万ぐらいいった、結構いったね。はい、これが今の僕の最高戦力1万899、まあ1万1000ぐらいですね。だいたい僕がやってた時この引っこ抜きの前はまあ8000、9000ぐらいだったから、まあ2000ぐらい上がったってことかな。まあそうですよね、だってこのウサギが1匹400ぐらいだから2000ぐらい上がったってことだね。ん、待って、2000、もっとじゃあ僕低かったってこと、お仕事力8000もなかったってことかな、7000とかそれぐらいだったかもしれない、もしかしたら。いやでもだいぶ強くなったんじゃない、これで1万。でもフォロワーさんの1万5000にはまだまだ届かないっすね。どれだけイベントを遊んでんだろう。ちょ、1万5000まではいけないかもしれないけど、まあ1万2000ぐらいまでは進めて、いやもっといくか、1万もっと、うん、もっとね上を目指していこうかなと思います。ってなわけで今回はねこの辺で以上とさせていただこうかなと思います。それじゃあありがとうございました。